では耳元で髪をかき上げるように、目はカメラ目線で、潜在撮影は簡単じゃないですね。指揮官、これでいいでしょうか。森林浴とは違って、ここはここで特別な風情が感じられますね。指揮官もいかがですか。指揮官先輩、この書類はどこに置いたらいいでしょう。やはりちょっと抵抗がありますね。指揮官相手に先輩とか敬意が物足りませんし、それになんだか違和感がありますね。潜在撮影のことをしっかり勉強して、せめてこの衣装を着るにふさわしい存在になれるように。お帰りなさい、指揮官。今日は何かご指示は終わりですか。ベランダで夜風を浴びながら、清らかな花の香りに包まれる心地よさ。今の感じが良かったから撮ったと？ちょっと急すぎませんか？まだポーズも撮れていなかったのに。森林浴とは違って、ここはここで特別な風情が感じられますね。指揮官もいかがですか？この格好の動きやすさについてですか？戦闘も火事も平気ですね。秘書官のお仕事で明日試させていただいてもいいでしょうか？ん？集中できなくなるですか？それはどうして？少しくすぐったいような。指揮官はこういうのを撮りたいんですか？少しくすぐったいような。指揮官はこういうのを撮りたいんですか？少しくすぐったいような。指揮官はこういうのを撮りたいんですか？風のささやき。委託組の仲間たちが帰ってきました。出迎えの準備ができましたらお声掛けください。
ロイヤル所属、軽空母アルビオンです。仙道先輩と同じく、かの大戦後に建造され、それまでの空母とは違う運用方法もされました。この艦隊の先輩方の下で頑張って成長してみせますから、見ていてくださいね、指揮官。潜在撮影のことをしっかり勉強して、せめてこの衣装を着るにふさわしい存在になれるように。お帰りなさい、指揮官。今日は何かご指示はおありですか？